メロメロファミリーは褒められたい。さあ始まりました、ゼロイチファミリアを褒められたい第6回目の放送です。おこれなんか聞くところによると4月の改編を超えれたみたいで、はい、なんでなんだっていう。あと9月まで延長が決まりましたので、はい、お付き合いください。あ、そうなんですね。皆さん9月までね、本当いろんなこと我慢してくださいね。すいませんね。はい、やりましょう。今夜のゼロイチファミリアは褒められたいわ。ゼロイチ問題児トップ3、真の問題児は誰だ。おお、はい、どういうことですか。番組スタートから半年、メンバーそしてスタッフから問題視されているのが花咲レア、真島直美、アンジェラ・メイの3人。一体どんな問題児なのか。まず花咲レアはラビア界の問題児として、あのエンターテイナーとして、あのわざと遅刻をしている。なぜかわざと毎回遅刻をする、自称グラビア界の問題児。番組の収録でも森田の前でメンバーとガチ喧嘩、しばらく出禁になるなどの問題児。おい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 、あの続いて真島直美は、こんにちは、彼氏に近づかせたくない女って言われちゃいます、令和の愛人真島直美です。令和の愛人を名乗るセクシー問題児。まあエッチすぎたのか。収録中森田課長に色目を使いメロメロにさせ、ひいきされているとメンバーから反発も。3人目はアンジェラ・メイ。実はこの半年間で手の大きさ担当アンジェラ・メイです。もうそんなんしかなくなってる。アンジェラ・メイです。ジャンプイントは巨木が倒れるような音してたから。森田にアピールできたのは体の大きさだけ。努力だけは惜しまへんのないか。おい、頑張っているものの空回りが多く、キャラなし問題が勃発。ということでこのゼロイチ三大問題児のうち、結局のところ誰が一番問題児か、それぞれが主役となった YouTube 動画を見て森田課長に決めてもらいます。まあ俺から見れば全員問題児やけどな。なんでですかね。まずはグラビア界の問題児花咲レア。あの問題児枠を取られたくないので、うんうん、私はちょっとこの企画おかしいなって思いました。あ、私こそが問題児だろうって。そう、 そうなんです、うんうん、私はグラビア界の問題児のとしてやらせていただいてるんですけど、うん、ネオ問題児への道という企画をやらさせていただいていまして。そんな道ないねんって。なんかそんな道ないねんやんか。いや、あるんです。お前が勝手にその茂みかき分けてるだけやねん。ちょっと聞いてください、うん、はい、問題のある場所へ行ってグラビアを撮影するという内容のものなんです。で、1回目は松原タミスさんの自己物件に行ってきたんです。すごい、自己物件住みます芸人のタミスさんね。問題児ぶりが発揮された動画がこちら。題して花咲レアネオ問題児への道、イエーイ。問題児が問題のある場所でグラビアを撮っちゃおうという企画。初回はやだ。はい、というわけで今回お邪魔させていただいたのはこの方のお家です。どうも、自己物件住みます芸人松原タミシです。タミシさん、怪しさに磨きがかかってきたな。自己物件での体験談を書き下ろした著書が大ヒットし映画化。亀梨君が主演した映画を書いて、すごい。部屋はほぼ当時のままの状況らしいが、ちなみにどういった事故物件が起きた場所なんですかね。50代の男性が首をつって亡くなってますね。実際に首をつって亡くなられたんですね、うん、はい、うん、もうちょいリアクションせよ。ごめんなさい、全然驚いた。当時の状況をさらに詳しく聞く花咲。え、何？
多分そこで死んだんじゃないかな。え、ちょっと待って待って待って、やばいやばい、踏みつぶしちゃったんだけど大丈夫かな。台はないのよ、そこで。これかなみたいな。結構あそうなんで、あんなもんでいけるの。これそうですけどね。そんなリアルな事故物件で問題行動に。まずはちょっとエッチじゃないですか。なんやこれ。いや、だいぶエッチ。はい、谷さんもあんまもう関わらん方がええんちゃうの。ひどい。格下げるよ。ひどい。そしてこの企画の見せ場、事故物件でグラビア撮影を敢行、うん、いいですね。そこで死んでんのよ人が。ねえ、僕できんな。すごいよ。さらに、タニシも巻き込み、え、怖い。いやいやいや、困ってる。ただの、いやいや、おい、ただの撮影会やないか。なあ、チェキ会やろ、ただの。問題行動は徐々にエスカレート。首吊りがあったこの部屋に一人にしてみると、うん、ここにね、ちょっと一人ね、スタッフも全部出ていったのね。見たいと思うんです。ちょっと寝てみます。すごいな、お前は。寝ました。怖いものなさそうだね。恐怖心が欠落しているのか、大胆な行動に出る花咲。なんか変な匂いしてきた。え、匂い、なんか変な匂いする。どういうこと。なんか変な匂いしてきた。いやいやいや、何やそれ。なんか変な匂いしてきた。え、ちょっとやめてくれ。それしか言わない。危険。そしてこれぞ問題児、恐るべき行動に。部屋の隅からお札を見つけると。やめろそんな、持ってくなおい。立てられるぞ。ということで一緒に踊っていきたいと思います。何言ってんの。せーの。てて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 。何してんのお前。いやね、この心霊アイドル。そうやね。てて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 。楽しいね。楽しいね。楽しい楽しい。はい。するとここでさらなる問題行為に及ぶ。ここら辺が現場って言った。今日の衣装はおっぱいが見えるんです。こうやってやったら、うん、見えるので、うん、おっぱいで誘惑してみます、うん、何してんの。誘惑してます。あ、レオね。レオです、うん、まあ、一番分かりやすい問題児というか ね、なんか感じたの。レオ、レオのことは。レオは私感じなかったんですけど、うん、その日お家に帰って寝たら、うん、あれです、あれになりました。金縛り。そう、金縛りになって。正解まで早っ。何なんお前ら。そう、叫んで、自分の叫び声で起きたんですよ。本当。で、その次の日は逆に金縛りになって、その後めちゃくちゃ大笑いして起きたんですよ。金縛りは2日連続続いた。そう、連続続いたんですよ。続いてない。だからちょっとやばくないかなと思って。めちゃくちゃそういうとこを取っといてほしかったから。マジで、うん、大丈夫なの。もう今は。いや、もう全然3日目から全然悪い。いや、大丈夫か、ほんまに。レイなのか今の。どっちやね今。どっちやな。問題児ぶりを思う存分発揮。しかしここで実はいい人疑惑の垂れ込みが。前回出させてもらった時に、うん、あの喧嘩をしちゃったんですよ。うん、うん、したね。ちょっとだけ、うん、しちゃったんですよ。で、俺が一番近くで見てたからね。その喧嘩、あの喧嘩の後、うん、本当にガチ喧嘩したらしくって、うん、その後も収録で会っても一切二人会話しなかったんですよ。あら、そうなの。それをね、それで、あの YouTube の企画で、あの謝罪をさせてもらったんですよ。そしたら、すごいレオトン優しくて、今まで見たことないぐらい優しくて、全然本当は問題児じゃないのかもしれないなって思って、いや、でもこの話をしてしまうと、私が問題児っていうのでやってるの崩れちゃうんで。その、もう問題児頼むから捨ててくれ。いや、ダメです。ないねん、そこに味もう捨てないのよ。いや、ダメです。それで言うと、あの収録の時にちょっと若干失礼なことを言ってきた後に、うんうん、楽屋に戻った時にすっごい小声で、うん、アンジュさんすいませんでした。めっちゃええ子やん。言ってない。めっちゃええ子やん。違う違う、みんな嘘つき、嘘
好き嘘やっぱいい子なんやな花咲は。挨拶とかは挨拶とかする今日も朝会った瞬間おはようございます。あーそうなんや。もうやめてやめてやめて。おーいい子やな。あんまり動き回らんええ子やな。なんかその場で済ますねえ。おーいちょっと違う違う。続いての問題児は令和の愛人こと真島なおみ。私はよりセクシーさに磨きをかけるために、うん、今男子禁制のお風呂部っていうのをやってるんです。そう見てくれてないんですか、はい、まだ何がですか。まだ見てくれてないんですか。いやそうちょっと取りだめてて、はい、取りだめ、すいません今そうね水曜日のダウンタウンとかから見てるから、はいうん、じゃあ今から一緒に見ましょう。見ましょうね、うん、はい、みんなも一緒に出てってもらっていいですか。セクシーすぎる動画に森田大興奮。ちょっとね、素材くれ。ダメダメ。褒められたい。ゼロイチファミリアを目指す連動 YouTube ゼロイチ TV。番組で紹介された動画以外にも熱い動画が満載。詳しくは番組ホームページをチェック。そこにムラムラしちゃって。セクシー問題人真島なおみ。YouTube でセクシーすぎると物議を醸している企画、それが男子禁制真島なおみのお風呂部。イエイ。毎回ゼロイチメンバーを一人ゲストに呼んでバスタオル1枚でちょっと大人のトークをする。その名もお風呂部。ルールは一つ、ゲストの出身地の入浴剤を入れること。スタッフは不在、演出は全て真島が担当。なんかこの風呂のリアルさもいいよね、なんかね。スタッフ不在をいいことに真島のセクシーが大暴走、うん、まずはいい音したよ、うん、固定カメラをうまく利用しセクシーさ全開で登場。おっぱいありますね。登場で男心をくすぐるワクワク感を演出。素材くれ。ダメダメ。毎回収録の終わりに近づくと、あ、マンチすごい汗かいてきた。あ、赤くなってるかも。で、肩が汗かいてきた。汗はセクシー最強のアイテム。行ってきたりとも無駄にはしない。そしてのぼせた後は暑くて仕方ないので一瞬立ち上がってあら冷ましょう、うん、体を冷ますために立ち上がりいろんな角度でセクシーを提供。うん、いいね。あなたちゃんとこの時間帯に合わせてやってるね。映り方を知り尽くした攻めた演出に男性ファンは悶絶。エッチですか。もうちょい尺長くてもよかったんじゃない。本当ですか。聞いてください。私次ゲストに呼びたい人がいて、もうゆめちゃん呼びたいです。なんか一瞬俺かもって思った。俺は、まあ、そんなわけないかと思ったよ。ちょっと構えた俺がおったわ今。ナオミは別にそんなほんまに別に暴露とかそういうのもないってことや。なんか女の子やっぱ彼氏の隣には置きたくないですけど、うん、女の子も惹かれるものを持ってるからずるいなって思いました。どういうとこ女の子はどういうとこグッとくんの、この見せ方がうまいよね。そうそうそう、男の人だけじゃなくて女の人にもこんな感じじゃん。そう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 、ベタ褒めやんか。この色気出せるようになりたいってなるよね。いや本当そう、うん、欲しい。どうしよう。全員でじゃあ風呂入ってこいよお前。とりあえずは。何やねん。続いては空回りそしてキャラなしに悩むアンジェラ・メイ。
私はですね、うん、自分のキャラクターが一体何なのか、うん、めちゃくちゃ悩んだんですよ。悩みに悩んでやっと見つけてきました。アンジェビールポイント気になるね。アンジェだけは本当に頑張り屋さんなのよ。頑張り屋さん、それだけは俺分かってんのよ。めちゃくちゃ頑張ってきました、うん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 、今回も。そう、毎回熱意はすごいアンジェ。その熱意にスタッフもそそのかされ、頑張ったが大空回りした YouTube があるんです。アンジェ、アンジェラメイのロンハーに出たい。ロンハーに出たいとは、年に1回女性タレントさんが、体力テストをする、うん、ですけど、出たいなって思って、でも一向に呼ばれる気配はないから自分から掴みに行こうと思って。そう、アンジェが見出したのが運動キャラ。運動するとこ見たことない。衣装もロンハーを意識した体操服で気合い十分。一番自信のある種目あるんですか？握力。種目じゃないな。握力。ロンハーに出て森田課長に褒められたい。そんなアンジェの熱意にスタッフも一肌脱いだ。実はロケ場所は、うん、大阪です。大阪の松原にある大塚高校に来ました。普段は YouTube 一本1万円の予算で撮影しているが、このロケでは東京大阪からの交通費、マネージャーと2人分を捻出。アンジェな、ロケバスまで手配。費用総額は10万円オーバー。いや、アンジェなスタッフだけにはハマってんのよ。あれちょっとなんでこんなアンジェに金使ってんの。さらに強豪校の先生も協力。すごい気になる。先生よりでかい。手の大きさはなんと先生とほぼ同じ。これは期待できそう。大阪まで行ってやることちゃうから。おい、24歳の平均はおよそ28キロですが、行きます、レディー。頑張れ、東京にもあるやろこの金額。これはあのスポーツテストでもあの最上位の記録になります。10点満点。自信の握力、驚異の40超えを記録。しかし、ロンハーに得測定はない。握力ないよね。ロンハーといえば今日と何ですか？50と走りたかった、うん、ちなみにロンハーでの 50m 走上位記録はご覧の通り、うん、まずは実力チェック。小柄だね、うん、するとここで想定外の事態が。50m 走で衝撃映像。何があった？俺あんな映像初めて見た。50m 走実力チェック、ね、すると想定外の事態が発生。緊張しそう。おお。おお。あ、え、どうした？あ、どうした？え？何があった？なんとこけるでもなく倒れるでもなく、よくわからない理由。何今の映像めっちゃ怖いわ。見かねた陸上部の先生がなんとかアンジェをロンハーへと熱烈指導。付きっきりで教えてもらうこと30分。そんな本格的に。これタイム出ますよ。結構7秒台出る。本当に果たして練習の成果を見せられるのか。いや、期待してください。いい顔してる。ちょ、緊張すんねんけど俺。足走ってくれるんだ。走り切れる？あ、いけた。いけた。そんな走り。今度は走り切ったアンジェ。タイムは？9秒。遅いやろ。9秒2分。待って。
9秒、うん、無理やろ。続いて走り高跳び、ロンハーの記録はみちょぱの120センチ。まずは肩慣らしの100センチから。これ人生初めてでした。ああ走り高跳び、おいでかい女が棒倒しただけや。なんか棒がかわいそうやったわ。女性の長さが合ってないので、それをまず助走とジャンプの仕方を先生に指導を受け再挑戦。おー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 おお、アンジ飲み込み早いよね、うん。110センチ、さらに115センチも。おい、すごいや。すごかった。やった。いけたいけた。次120センチを飛べば、ロンハーへの道も近づくはず。アンジェラ・メイはロンハーに出たい。すごい。すごい。アンジェのために陸上部みんなが見守る中、すごいな。果たして練習した方がええよ、うん、みんな。あー、高い、うん。そしていよいよラストチャンス、ロンハーに出たい。まだ叩いてもらってるやん。練習せえてみんな。あー、こんなデカ女に付き合うな、もう。デカ女。そうだよ。あー、決まったんか。決まった。出てくれたい。さあ、ロンハーに出たい。いやいや、アンジェ。アンジェ、アンジェ。だだ、これ。アンジェ。ロンハーに出たい。アンジェ。何ですか？アンジェ、やっぱ一個勘違いしてんのは、飛べたとて出れるわけないから。あの本当にあの別に120飛べる女から順に出れるわけじゃないから。芸能界のバラエティちゃんとやった方からちゃん順に出れんのよ。あとやっぱ怖かったのはあの 50m 走やな。俺あんな映像初めて見たわ。ロボット部のロボットがおかしなったみたいなさ感じやったよ、ほんまに。毎回この走りできるなら売れるかもな、もしかしたら。さあ、花咲、真島、アンジェ、ゼロイチ真の問題児は、連れてください。どっちかな、二択なんですか。誰と誰、ちなみにその二択はどっちやろうな。いや、そう、奥二人でね。どっちかなとか思って。待って、待って、奥二人だから。どうやろうな。ちょっとお願いします。お願いします、お願いします。お願いするもんね。問題児なんです。どうしようかな。じゃあ、いや、その全部の総合をすると、うん、褒められたい。ゼロイチファミリア褒められたい連動 YouTube ゼロイチ TV。 番組で紹介された動画以外にも熱い動画が満載。詳しくは番組ホームページをチェック。花咲、真島、アンジェ、ゼロイチ真の問題児は。いや、その全部の総合をすると金も人も使ったアンジェ。問題児、問題児だ。で、私は問題児だ。嬉しい。あの、ごめん、これ大前提、これってどういう称号なの。そのなんかおかしいですよ。いやいや、お前が悔しがってるのもようわからんの。この番組は TVer、動画イズムで配信、 YouTube でも公開するので要チェック。